T 使いの、まあ、取り扱いの仕方と放熱曲線について今日は計測していきます。まず外観なんですけれども、私の背と比べていただいても分かる通り非常に背の高いストーブです。燃焼室の上にあるこの大きな部分は、蓄熱材の中に格納されています。この中を排煙が通って、煙突から排出される間に熱を吸収します。さらにもう一つ大きな特徴があります。このストーブは蓄熱材の中を一旦ダウンドラフトさせてから排出させていきますので、着火当初は煙突のドラフト力が弱いために、スムーズな排煙ができない場合があります。そういった時にこの後ろにあるこのレバーを手前に引きます。このレバーを手前に引くことによって蓄熱材の中をこう一旦こうダウンドラフトさせて排煙させていくところをダウンドラフトさせずにそのまま排煙していくような、バイパスダンパーというのがついてます。ある一定のドラフト力が得れるまでこのレバーを手前に引いた状態にしておき、ある程度ドラフト力が強くなったらこれは押してダウンドラフトさせて蓄熱材にしっかり熱を吸収させるようにしています。実際に火をつける前に、確認するところがあります。まずダンパーが開いてるかどうか、横になってるんですけれどもこの状態はクローズの状態です。ですからレバーを上にして排煙するようにしております。そしてあともう一つここに空気の供給用のレバーがあります。このレバーを見るとマイナスとプラスの刻印がされてますので、このプラスの方へこの供給用のレバーを持っていきます。この位置ですと供給空気燃焼の空気が供給されるようになっています。次にドアの開け方なんですけれども、ここにドアのレバーがついてます。人間工学に基づいた設計になってますので非常に握りやすくて力も入れやすくなってます。でこのようにドアを開けます。ドアを開けましたらここにあるストッパーを左にスライドさせます。左にスライドさせてドアを離すとドアが開いた状態でキープできます。